背徳のボンタン狩りだって、うん、で出てってさ、うん、またなんで後ろの戸を開けてさボンタン狩りだっちゅって言うんだよ。 That's my way, my way. That's where I am. That's my way, my way. That's where I am. 今より大事なものが欲しいならやり続けるしかないのさ。今より大切なものを見たいならやり続けるしかないのさ。それとな、またこれもロケ行ってな思ったんだよ、あのさ戸塚がさお前たちがたまり場にしてる喫茶店に殴り込んでくるところあるじゃん、うん、ダカーポ、ダカーポな、うんうん、あれは結局渋谷のよ明治通り沿いのところにあるやつなんで、うん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 、あそこもちょっとロケ行ってるんですよ。あれ後ろが渋谷川、渋谷川じゃんだったと、ああじゃん、うん、でなあの顔も随分ちょっとまあ変わってるは変わってるんだけど、うん、あれな要はな1階でこうバッて入られるじゃん、うん、1階で、うん、ほんで追い詰められて川に飛び込むじゃん、飛び込むじゃん、厨房からな、うん、厨房から、厨房からみんなジャンプして逃げんだろ、うんうん、あれ1階の奥の厨房で1階から飛び降りてないで、あれ降りるときは2階かなんかのところから降りてんじゃないの。いやあのまんまだよ、あのまんま、あのまんまだよ。だって、うん、ダカーポの厨房を抜けて、うん、戸を開けて、うん、そうしたら川はもっと下だから、うん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 、で足場が組んであったんだよ、うんうんうん、で足場が組んであって、うん、で信夫根性見せろとかって徳さんに言われて跳ねるんだけど、うんうん、そうあのまんまだよ、あのまんま、あのまんま、いやいや、あのね継承しに行ったら、うん、なんかちょっとこのまんこれどうだろう、高さ的にはこれじゃないんじゃないかっていうことになってた。だからちょっとのぼうに聞いてみようってことだった、うん、そんで高山さんに聞くの忘れちゃったんだよ、うん、あのまんまだと思う。ああそう か、じゃあやっぱり、あの川の様子が変わったからそういうふうに見えたんだな、うん、であれもさ、うん、足場がねガタンって外れてトロさん落ちるじゃない、うん、であのあと俺も飛んで、うん、あの渋谷川走るんだよ、うん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 、であの時さ汚ねえんだよ、やっぱ汚かったんだ。で徹さんも転んで足切ってるわけ、うんうん、膝で俺も転ぶシーンがあって、うんうん、まあ転ぶシーンがあったんだけど、うん、転んでこっちか、うん、ここ切ってるの、うんうん、で2人でさ、うん、その後病院行って、うん、ほんと汚いの当時の川、うん、2人とも破傷風の注射打って、ああそうなんだ、うん、あバイキン入っちゃったら大変だもんな。そう、だからね、俺今日ほらテロが来てさ、うん、ビーバップのでいろいろこう話さなくちゃいけない、お前ももう一回映画全部見とけよとか言うからだよ。いやそれは言うね、一応お前ブルーレイとかよ、うんね、東映から出たブルーレイ見て、うん、俺も思い出せる範囲でさ、うん、思い出してきたけど、うん、なんせ生傷が絶えなかったけん。ああなるほどね、うん、パート1だと、うん、丹沢で戸塚、ああ戸塚とな最後の決闘のシーンね、あの時もさ、うん、トールさんが膝を怪我したってさっき言ったでしょ、うんうんうん、だから、うん、アクションで槍で足刺されんだよ、うん、戸塚、うん、ね、槍だったかなんかでこう、うん、膝刺されてブーってやるんだよ、うん、その前に怪我してるわけ、うん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 、実際そこで私の辻褄を合わせたって全部そこでね合わせていく、うん、
で、あ、そう、それで思い出したんだけど、うんうんうん、パート1で、また、あの、ほら、森一馬さんがさ、うんうんうん、お前の、あ、そうだ、それがあった。出た時にさ、うん、あの、お前もかわいそうなやつなんだなとかって言われて、うん、ね、電線のさ、巻いてある、うん、あれに、うん、俺、くくりつけられてたろ、うん、あれ、ずっとあれだから、あ、やっぱり森一馬さんが言ってたのと一緒？そうだよ、あの森さん、やっぱりそうだったみたいです。ずーっとあれだよ、あの格好だよでも、普通外してくれるよな。外したらね、多分つながり気にしてたんじゃない、現場は。そうなのかね。それで、あの最後にさ、うん、むごいっていうセリフあるの、うん、あれテイク60くらいやってんだから。本当に？あのむごいだけで。むごい。え、むごいだけで？もう現場なんかさ、あれだよ、もうスタッフが何にも変わんねえじゃねえかよっていう空気感がすごいんだよ。だけど、うん、でも、うん、本当に心の底からむごいになったんだろうな。そう、だから那須監督はさ、うん、それをさ、言葉だけのむごいじゃなくて、うんうんうん、なんだよっていう、うん、気持ちを込めてのむごいにしたかったのかなって。なるほどな。でも意外とあのビーマップでむごいは結構出てくるんだよな。あ、いっぱい出てくるね、むごいね。うん、だからむごいにこだわってんだ、あれ、うん、いろんな人が言う、ね、やるんだよな。高橋さんもむごいっていうのあったしな、うん、高橋さんもあった？あったよ、高橋さんもね、うん、ユミがさ、うんうんうん、そう、喧嘩に勝った人ってホテル直行よなんて言ってさ、乱闘シーンがあるわけよ。そしたらもう腹巻きの手下どもが、うんうん、こうなーって言って、袋だけだけにするよな。で、その前か、その前に弓っていうシーンがあるんだけど、あるだろ、あの流れだからね、うん、なんかすごいあるんだよ。分かったわね、哲也。むごい。それとね、あと金太郎もあんだよ。金太郎が、あのマンモスを隊にチューされて、で、ツツツツって下がってって、むごいってやるんだよ。あるな、うん、むごい好きなんだ、あれな。むごい。で、例えば駅で、花沢さん、うん、花沢芸さんだっけ、うん、なんつうんだっけ、もうベテラン範囲だ、うん、もうちょうどね、笑えるもんな、うん、あれだけで、あれだけで笑える、うん、黒板にさ書いてある、書いてない、ただ読むだけなんだよ、読むだけなんだけど絶妙なの、なあ、俺鳥肌立ってきちゃったよ、うん、ゴリラ顔の教授からのなんたらガハハハハハハハって笑うわけじゃんな、見るなあのシーン面白いよ、俺好きだ。橘のナンバー2のゴリラ顔したうすらしょんべんハゲが、ああ、よう似とるが、飲むなこれね、パート3はね、ああいうギャグのところがすごい面白いなと思うのよ。ああ、そうね、うん、そうね。俺、パート3はね、変な話、ミノルのとこ、ミノルと、腹巻きの絡み、うん、あれでもういいなと思ってんだよ。あの不良、向き手が出るこなってんのが。うん、あ、まあ、それはね、最終的にその、対決のところがあるかな。まあ、それはもちろん必要だけど。やっぱりさ、名と案。うん、そうそう、うまーくこうミックスしてるのが、うん、ナスビーバップなんで、そうなんでね、うまいこと、うん、でビーバップって原作者のキリシさんが作ってる、うん、その映画もあるけど、うんうんうん、あれはね、もうね、ほんと昔からの悪みたいな、もうな、もう暗い、うん、暗いんだよ、暗いんだよね、うん、でナスビーバップの場合は明るいんだよ、明るいんだよ、うんうん、で今日俺だっけ、今今日から、うん、俺は見た、うん、あれもやっぱり明るいんだよ、明るい不良でしょ、うんうん、あれがやっぱ万人受けすんだよね、うん、そうだそうだ、うん、だからまあ今までそういうふうにやってきた作品が悪いとは言われるんだけど、うん、全くテイストが違う、
例えばクローズだとかさ、うん、ああいうのとかもまた違うんだよ。違うな、うん、だから今日さ俺また見てて、うん、でせがれが自分の部屋から出てきたわけよ、うんうんうん、で音何見てんのって、いやビーバップ見てんのって、うん、なんか今の方がと全然変わんねえなっていうわけ、うんうんうん、だから今の方がと変わんないっていうことは、うんうんうん、邦画がそっから進歩してないのか、それともビーバップがもう先を行ってたのかで今戻ってきてるんだよ、そういう形態に、うん、要は一回不良映画っていうか不良少年映画っていうのはリアリティのとあとバイオレンス的なのをあのなんかやってきたんだよな、ケイさんもバイオレンスだ、うんうん、でそれがちょっとまたこあのビーバップ側の方に戻ってきてるんだよ、うん、あの何痛快なんつうの痛快なそのコメディタッチな、うん、そのあれが、うん、それはそれで俺はそっちの方が好きだけどね、うんうん、そうあとねやっぱり俺のフェイスブックのところに、うん、お子さんこれ教えてくださいっていうのが来たんだけど、うんうんうん、パート2、うん、パート2で、うん、俺があの川崎太志になってさ、はいはいはい、ボンタン狩りに行くわけだ、うんうん、でその時に、うん、高山さんたちのね上等、うんうんうん、俺が待てごらーって追っかけてる時、うんうんうん、であの時にさなんかみんなカツラですねってもうバレバレなんだよね あれ見たら。ただあれは、うん、やっぱり高瀬道場の人が大半だったのかな、うんうん、そこにあとエキストラっぽい人だったのかな、うん、何人かはあの若い手の人たちもいたよ、いたあん中にいた、うん、上等その他の人たち車をさ飛び越えたりとか、うんうんうん、そういうのやるから高瀬道場、うんうん、で俺にさドロップキックされたのがあの高山さんで、うん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 、であの時もさ、うん、カットされちゃってたけど、うん、クリーニング屋の車がさあの駐車場の中で右往左往するんだよ。あったなそれな、あれちょっと映ってんじゃない、ま、前に行って下がって、うん、前に行って下がってみたいな、うん、であの時に、うん、俺がさこけたんだよね、ちょうどこう後ろに来た時に、うん、で川底のいい革靴だったんだわ俺履かせてもらってたのは。あ、川底だったんだ。それ滑るわ。滑るんだ。で滑った時に修二さんが助けてくれたのかな。おあれ助けてくれなかったらあのもう事故だよ。あそう。事故。車にもう轢かれてた。はあ。あの最後椅子にあの金太郎が倒したら椅子じゃねえあのトラック、うん、バンを、うん、その上に乗るじゃん、乗る。であれ卵のベチャベチャもついてて粉がついてな、粉もついてて、そんで革靴の底が革だったから、はい、つるんって滑ってな、おっと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 やって、あれあの演技じゃないんだよな、演技じゃない、本当あれ本当に滑っちゃって、であれの時に俺はあの撮影所の時は、撮影の時はいなかったけど、もちろんアテレコの時にそれをこうこっちに聞いて、これいや本当はこれちゃんとパッと立つ予定だったんだけど滑っちゃってなかなか立てなかったんだよっつって、でそのままこうあの OK が出てたからそのままやっちゃったんでっつって、であの時にね、おおっと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 一生懸命当てればやってたよそうだからね、カットがかかんないから続けないといけない、そう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 、うん、そうしたらやっぱりカットかかるまで続ける、うん、でこけて振り、まああれこけてやっぱりのぼうらしいところが最後に出てると思うんだよね、で振り向いてニコって笑う、うんうん、だあれはあれで正解かな、でも、うん、あれ正解だよ、あれでもね、川崎としかっこいいよ、うん、今見てもね、ああいうところボンタン狩りだって、うん、で出てってさ、うん、またなんで後ろの戸を開けてさボンタン狩りだって言って言うんだよ、ギーチジュリー、いや俺ちょっとって言ってよ来ねえからやるんだろうけど、うんうん、やっぱりねあれもやっぱりのぼうが出てんのかなって思うよね、うん、
たんがりだ。はい、番長。うんたんがりだ。そんで、一連の上等のやつのお前たちが逆に上等の愛徳のぼんたがりをするじゃん、うん、その後に、うん、テルたちに、うん、のぼうとか金太郎たちが追っかけられるんだよ。ああ、あったあった。で、パチンコ屋で俺がそこで小さな扮する、うん、あの鬼島に、うん、あの、しっぱらかれるしっぱらかれるところの地に繋がるんだけど、あのパチンコ屋どこ覚えてる？三鷹かな。あ、三鷹なんだ、うん、というかね、それがちょっと分かってなくて、どこのパチンコ屋、まあ、もちろん多分そのパチンコ屋も残ってないんだろうけれども、ちょっと確定したいなっていうところがあってな、うん、うん、で、まあ、のぼうに聞けば分かるかなと思ったんだけど、ちょっとそれも曖昧だな。曖昧、うん、吉祥寺、あのパート2の時はね、うん、京子が、うん、帰ってきて、うん、トル君、ヒロシ君っていうシーンはあれ、うんうん、吉祥寺の駅だったんだ、うん、あれはもう一回あの ロケ地巡りでやってる、うんうん、あと井の頭公園なんかも行った記憶があるんだよな。おだあの界隈だと思う。だから三鷹かもしれない、うんうん、まああの界隈のことは俺も間違いないと思ってる。ちょっとちっちゃい駅だったような気がするんだよ。いや、三鷹じゃねえか、うん、なんか ちっちゃかったような気がするんだよね、駅がな、俺はね、うん、だからね、これはあのテルチャンネルをご覧の皆様、うん、もしあのパチンコ屋の情報あるようだったら、テルチャンネルの方にちょっとお知らせください。ちょっと今のところ分かってないんですよね。で、僕が出てるシーンでもありますし、なんとかこれをちょっと調べ上げたいなと思ってちょっともし知ってる方いらっしゃいましたら、うん、メッセージでも、メールでもコメントでもいただけたらなぁなんて思ってます、はい、またんかこらぁ。心配いらんですよ、もうじき終わりますよ、じきにね。ハート2は本当でも福島もう最後の最後じゃん。でもこれまあなんだろう、結構さ、清水の商店街とかな、うん、清水シティホテルだったら泊まってたのが、うん、今でもあるらしいよ、清水シティホテル、うん、あ、本当に、うん、あのまんまで、その時にさ、うん、結構ね、やっぱりファンの子が集まってきてさ、うん、大変なことになったんだよな、あれすごいのよ、帰らないんだよ、ファンの子がな、うん、あれ問題だよ、今考えると。まあ考えたらな、あの未成年がさ、うん、もうホテルの下にさ、みんな集まってんので、まあ表出るって言ってもさ、うん、なかなか出づらいし、うん、でも結構ね、トールさんがね、うん、パート2の時は、うん、お前ら清水のシティホテルのさ、うん、中でアクションのね、おさらいとかいろいろやってたのよ。やってたよな。で、あそこもやったし、福島のホテルでもやったなんだよ、俺と徹さんだけだずっと、うん、まあだって手数多かったじゃん、うん、手数すごい多かった、すげえ力入れてたんだよな、手数多かったよ、うん、うん、で、トールさん意外とさ、ゲテモノ食いなんだよ。それなんかどういうこと？え、どういうことか。ゲテモノ食いって言うと、ゲテモノ料理のお店があってさ、好きなの？これ清水だったと思うんだけど、間違ってたらごめん、うん、トールさんと、一緒にその居酒屋さん風、居酒屋さんなんでいっぱい飲み屋みたいなとこ行ったの、うんうん、そしたらスズメ焼きとかあったの、うん、昔あったね、よくあったろ、うんうん、で、スズメ焼きってあのチュン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 飛んでるスズメなんだよ、うんうん、で、あれこう虫食ったってさ、うん、こう頭があって、うん、この手はこっからもうちょんぎったって、うんうん、こんな感じでさ、そう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 、口に刺されて、で、あ、じゃあ俺スズメ食ってみっかなって、トルさん、うん、マジで食えんのなんつったら、うん、大丈夫だろって
で俺はカエル初めて食ったの。カエルのあの胴体、カエルはうまいよね、足から下。まあうまいっていうか、うまいよ、鶏肉みたいなもんだよね。鶏肉をもっとね、淡白にしたみたいな、うん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 、でハサミみたいな感じだよね。トロさん食ってたよ。食ってた、スズメ焼き。え、どんな感じなのって言った。なんかね、頭噛むとプチュって食うんだよ。あれがうまいよ、ノブオと。お前も食べてみろよって言った。いやいや、もう絶対無理ですって。でさ、うん、またパート2のことでちょっともうあれなんだけど、パート2のさ、制作発表の時にさ、お前妙な角刈りしてこなかった？あれ原作に、あれ高瀬道場の近くの千田、あそこ床屋さん、みんなあそこだったよな。そうだよ、な。で原作の信夫っていうのはこんなね、あれだから、こここんな、すげえ角刈りにしたんですよ。本当これ、これあるんだよ、写真が。だからよ、制作発表の時はこれで、もう俺も嫌でさ、なら切っちゃったのよ。これすげえ頭してんなと思ってたんだ、俺。これね、皆さん、あの当時のヤングマガジンの海賊版でございます。ここにね、あの当時ヤングマガジンはね、こういう風にね、あのビーワップのね、撮影の風景みたいなのずっと特集してたの、毎週毎週。でこれがパート2の時のあのこの何、あの制作発表の模様をなんかやったやつなんでね、でここにもちろん、私も白井光いますね。はい。でね、ここにね、信夫が、あ、でもこれはなってんだ、なってんだ、なってんだけど、これじゃなくて、まあこれもそうなんだけど、すげえね、本当に角刈りにしてんだよな、こんな格がね、なんでそんなにしちゃったのって思ったぐらいなんだ俺。でこれ猿吉、これだ。猿吉も同い年だよな。猿吉も同い年。お前本当だね、それワイヤーアクション結構やっただろう。やったね。いや監督が、無謀は何でもできないとダメなんだって言うんだよ。何、どういうことなの、何でもできないとダメだ。この丸眼鏡の片っぽだけ黒いやつとかよ。あれは、俺ね、パート5、パート5で、ホバークラフトに乗って、現れて、であいつら、舘豪太さんなんかが拠点としてたあの基地、静止場みたいなさ、そのリサイクルのね、そこが、倉庫があったんだけど、紙工場みたいなところ、紙工場みたいな、あそこがさ、結構ね、ほこりすごかったのよ。おお、で、ホバークラフトで現れて、あそこの時に、俺ね、左、確かね、左目の角膜に傷がついて、医者行ってんだわ。で、視力がもう 0.0 いくつまで、もう全然見えなくなっちゃって。で、あれもさっきの徹さんの話じゃないけど、俺が眼帯してるから、あそこから常滑のその壺に落ちたりとか、源氏丸のあのシーンも全部片目だけ、黒くしてその下眼帯やってんだけど、あ、そうなんだ、それで怪我したからそういう風にしてるんだ。で、源氏丸出たから、言うけど、あの時はね、左目でしょ、あと源氏丸ってのはあのバスの話、バスな、バス、あで、あと金太郎が裏に行って、相手の北高とその源氏丸のところで戦うんだけど、その時みんなビールを持ってさ、ビールをパンパンパンって割っていくんだよ、で、書くと俺だけビール割れない、割れないな、あれ本当にビール割れちゃってさ、俺指ここ切っちゃったの、切って3針縫ってんのか、あらららら、割れないはずなのに、パーンってやったらバリッと割れて、いや、くれぐれもね、割るときはあの口なんかこうハンカチでも何でもいいから巻いたところで割った方がいいね。あ割ることねえと思うけどさ、ねえよな、でやっぱりそれで切ってさ、
あの医者行ったりとか、うんうん、あれはなんかポーンと割るやつは雨ガラス、雨ガラスね、うんうん、あれなんか相手方の核っていうの、あの1年生の役だったかな、うん、あの向こうの、そう、あの子のあのボケ役は良かったね、あれは良かった、あの子上手だなと思った、あのボケ方。うん、もうね5作目いくとさ、うんうん、俺かぶりのキャラクターがいっぺん出てくるわよ、剣豪なんだろうな、うん、だったり角だったり、うん、その3枚目路線のポケ路線が結構出てくるんだな、だからもうあの時ね、いやみんなこれかぶってんじゃんと、俺目立たねえなとかって思いながらやってた。まあでも基本的にはな、あのビーバップってのはそういうギャグのところが多いからね、うん、で今日もさ、うん、見返しててさ、うん、毎回さ、うん、信夫の泣き場面っていうのを作ってくれた、ね、あったね。でパート5は、うん、ポストとかね、うん、あれいい感じだったな。俺泣いたね今日見てて。うん、あそう。あ、いや何感動するじゃんみたいな、うん。実はパート2だってな。パート2もそう、あったじゃん、しゃべるせめる文献的で言うんってやってんだろそんな言い方くしいでるね、くしいでるってやってんだよなったけど、あれな、だからのぶおとまさに芝居したのってあそこだけなんだよな、あのくらいだね、あのくらいなんだよな、うん、パート、うん、そうだね、うん、あんまり絡みはなかったもん、ね、ないんだ、俺はだから徹さんとっていう形があったから、うん、だからその信夫と一緒にっていうのはあのシーンだけなんだよ、うん、そうだわ、うんうんうん、だけどあの泣くシーンっていうのはだからパート1は泣くシーンないだろ、別にパート1ないな、うん、パート2はあの泣くシーンだろ、うん、でパート3泣くシーンある、パート3はあれだろうよ、ビビって山陽食堂かなんか、うん、あの辺じゃない、信夫帰れって言われて、あ、うん、そういうところか、あ、そうそうそうだよ、山陽食堂で、うん、で、あの金一中二、うん、で、金太郎一派が、うんうん、もうお前ら帰れって言われて、うん、帰って、信夫だけ残るんだよ、うんうん、あそこで、うん、そしたら信夫だよって、お前一人で喧嘩もできねえくせになんて言われてよ、うんうん、まああれはだから、そのいわゆる徹さんの優しさで帰れっていうことなんでね、そうそう、徹さんの優しさっていうか、あの仲間と俺の優しさで金子の坊たちに、俺と一緒にいたらお前たちが大変なことになるから帰れっていうね、うん、さっきの徹さん見たくなかったですよ、一人じゃ喧嘩一つろくにできねえくせによ、根性もねえやつがカッコつけんな、すいませんでした、お前の根性だよ。パート1は好きだよ、うん、そういう入れ墨から何から、うんうん、もうあの時って結構さ漫画に忠実なシーンをね、うんうん、撮ってきて作ったって、うん、でパート2も、うん、やっぱり自分だけの目線で言ったらパート2も好き、やっぱり見せ場川崎太志作ってもらえて、でパート3も、うんうん、そうパート3の時にさ監督がそう言ったんだよ、信夫、うん、は何でもできないやつダメなんだよ、スーパーマンなんだ、スーパーマン何でもできないやつダメなんだよ、で高崎の工場、うん、でクレーン車に吊らされるし、 あ、うん、であの時に絶好振られてるのは実は俺なんですよ、うん、であの時も足縛られて、うん、逆さづりの状態で、うん、こう端っこに持ってきてるわけ、うんうん、でよーいスタートで、うん、ブチってなんかを切んだよな、うんうん、切ってブーンブーンって、うんうんうん、でその時も地面スレスレじゃないと、うんうん、迫力出ねえんだって監督が言うわけだよ、あだから振られる時にもう頭地面につくかつかねえかぐらいでこうね、うん、ちゃんと測っといて、うんうん、ボンボンやられるわけ、そしたらその後クレーン車がバックで俺を吊るしたまま、うんうん、
走っていくシーンがあるんだけど、あの時も監督は無謀じゃねえとダメだっていうわけ、でもそれ無理だろ。ほんであれはさ、まあちょっとは腰折っちゃって申し訳ないけど、あれ人形だよな最後は。そうな、なんでそれが人形になったかっていうと、スタッフが、いや監督あれやったらもう某骨バラバラになりますよっつったんですよ。だから人形見てみなよ、すごいだろ、すごいあれ。あれやんなかったらお前この世にいなかった可能性があるの。やべえんだよ、バラバラになってる。お前でも結構いろんなことやってんだよな。やってんだよ。動画面白かった。